人がそのヤナの施設には引っかからないっていうか、隙間から逃げちゃうんで、やっぱりのこう取れるのが1メートル級ぐらい。いやいや、すごい。それかば焼きやない、渋焼き。季節としてはいつ頃ですか？はい、大体夏っていうか秋ですね。皮が濁った時に取れますけどね。濁った方がいいんですか？じゃあ雨が降った翌日とか。濁った時ですね。今もう季節ということですね。じゃあまさにそうです。うなぎじゃ今日はありませんかって聞いてみるといいかもしれませんね。そうですね、そうですね、そう聞いていただいた方がいいかもしれません。あとですね、ちょうど今落ち合いの時期でね、はい、卵を抱いた鮎とかそういうもの。ただ今年はちょっと魚の、どれだかが低いんで、毎日あるかというとない時もございますが、それがやっぱりここの特徴ですかね。なるほどね。あとですね、はい、地元の野菜、先ほどの物販所で売ってる野菜、その日替わりでトッピングをする、ピザ。はあります。ピザのトッピングが地元の野菜。そうです。季節によっていろいろ変わるわけですね。トマトソースも先ほどの物販所の会員さんで、地元の先輩といったらまた知ってるかもしれませんけど、手作りのものなんですね。手作りで作っていただいて、はい、ものを使っております。いやー、半身もの満載だ、はい、これはですね、そっち行ったらこれはどうのなんだっていろいろ聞いた方が面白そうですね。そうですね、やっぱり、これ、誰が作ったかまで書いてありますね。地元で作ったこれはどうやって食べるのかとかね、そうやって聞いていただければありがたいです。うなぎはあるかってのこれ聞いた方がいいですね、これね。うなぎはあるかって言われたら、お、そうだねと、そういう感じになるんですね。そうですね。ラジオ聞いたねってことになりますよね。さて、それでは何かイベントがありましたら教えてください。はい、ですね、今ちょっとこの電話口で聞こえるかどうか、本日もですね、上田道と川根駅秋の音楽祭ということで、はい、第2弾クラシックコンサートを今開催しております。あ、この連休中に開催されてるんでしょうか？そうです、10月8日土曜日には太鼓の演奏会、和太鼓の演奏会がございまして、はい、本日10月10日はクラシックの演奏会になっています、はい、今まさに演奏の最中です。あ、そうですか。この時間やってるんですか？ちょっと今ね、はい、音は聞こえないようですが、そうですか。この後じゃあラジオを聞いて駆けつけた方は間に合いますでしょうか？間に合います。ですね、今1時半から始まったんですが、はい、第2ステージが3時半から行いますので、もしこのラジオね、お聞きになった方で道の駅に来ていただければ、駐車場から見えますので、はい、ステージが、はい、ぜひ寄っていただければと思いますが。そうですか。何かこう食べながら音楽を楽しめるんでしょうかね？そうです、そうです。もちろんいろんな物販コーナーもございますが、はい、実はですね、頑張ろう日本ということで、道の駅を通じて、支援協賛をしていただける方のお席ということで、はい、ワインを用意させていただきまして、はい、でテーブルお席を用意させていただいて、オード先ほどのピザも用意させていただいて、はい、座ってご覧いただくようになっておりますが、車で来られた方は当然お酒はダメなので、ジュースも用意させていただいて、はい、ジュースとオードブルかワインまたはオードブルという形で楽しんでいただいております。わかりました。では最後に道の駅の一言 PR を石井さんお願いします。はい、ですね、ぜひ、ちょっと方言で言っちゃいますけど、はい、何しろということで、寄り足をつくことで上田道と川根駅に来ていただきたいと、はい、上田道と川根駅に来てくるやということでお願いいたします。わかりました。何しろ寄り足を、とにかくおいでよってことですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。長野県上田市の道の駅、上田道と川の駅をご紹介しました。石井浩二さんでした。さあ、それでは皆さんからのお便りご紹介しましょう。はい、こちらはですね、先ほどのふるさと元気力を聞いてくださった方ですね、梅田福男さんからいただきました。先ほどの放送の下関水族館には、今から40数年前の中学の修学旅行の時に行ったことがあります。それを思い出しましたというファクシミリーいただきました。はい、同じくね、この水族館をお聞きいただいた戸田直江さん、浜松の方です。はい、水族館大好きでお話を楽しませていただいてます。パソコンで見てますよ。本当に食べられるようなもずくを背負っています。あ、もずく、もくずしょいっていうね、はい、もずくじゃなくてもくずしょいな
そういう名前の、ね、国で、いろんなものを背負うということなんですね。今日は連休で孫たちもお休みなのでパソコンを開いてもらったり、骸骨をして驚いたり笑い合って話が弾んでいます、はい、ということですね。スケルトンのね、そうですよね、はい、岐阜県本巣市の横森陽子さんです。中学校の同窓会で幹事を担当しました。出欠席の頼りに何通か陽子ちゃんラジオ聞いてるわよとの文面にラジオファンの多いことに気づき、改めてラジオを通して友とつながっていることに感動を覚えました。また投稿を楽しんでいるよの文面に背中を押されたようで、これからも投稿させていただきたいと思っています。会場でもラジオ聞いてるよと声がかかり嬉しい一日でした。ああそうですか、よかったですね、ラジオでつながって、そしてこちらは石川県にお住まいの池田悦子さん、70代の女性の方からです。秋晴れに体をいっぱい動かして夏をしまいました。玄関の網戸を洗って乾かしたり、家の中ではのれんを外して洗濯し、うちは日傘、扇風機などを物置に収めました。今日は暖かくても10月半ばの北陸の明日は分かりません。